回悲しみは通常の目よりも少し閉じ気味な形状をしています。そのような形状を作るコツとして、パラメーターの位置としては目の開閉の一番悲しみの開き具合に近い数値にキーを追加して形を整えてあげるのが良いと思います。この位置で作ることによって、表情数が少ない場合はわざわざ変形用のパラメーターを増やす必要がないので、管理がしやすくなったり、繊維としても自然になりやすいです。直前の表示状態を復元などを使用しながら、作りやすい感じで調整を進め、繊維などもおかしなところがなければ悲しみの完成です。怒りの表情の時に左眉側の眉間にシワが出てくるようにします。怒りシワの線と塗りの両方のアートメッシュを選択した状態で、変形と変形2の両方にキーを3点追加し、眉の変形に合わせて怒りシワにも動きがつくように作っていきましょう。まずは怒りの下絵に合うように形を整えつつ、怒り以外の形状についても眉に合わせてシワが変形するよう調整していきます。眉頭との位置関係を気にしながら作っていくとやりやすいかと思います。稲穂くん CMO3 ではニヤリの表情でも怒りシワを表示させるので、こちらも下絵に合うように変形させてくださいね。一通り動きをつけ終わったら、怒りシワの線と塗りの両方のメッシュの親として表示用のワープデフォーマーを作成し、怒りシワ表示用のパラメーターに紐付け、1で表示、0で非表示になるように不透明度を変更しましょう。最後に怒りシワの線の方だけ眉が透ける表現と同じように髪から透けて見えるように調整します。怒りシワ線を複製したら、マルチキー編集を使って全てのキーで描画順を900に、不透明度を 50% にしたら怒りシワの完成です。デフォルトの開き口を作った時のように、上下の口や口クリッピングを表情主体に合わせていき、左右の口角はこんな感じで形を作っていきましょう。上下の歯も参考に合わせて作り、歯の線が途切れる表現は歯線隠しを変形させて再現させていきます。その他の細かな調整が終わったら、残りの期待、驚き、呆れも作りましょう。呆れと驚きは上向きのアーチなので、マイナス側にこの2つを作ります。形が似ているので順番に迷うという時は、それぞれの開き口の形状を見て判断しましょう。呆れより驚きの方が口の開き具合が大きく、にやりの開き具合に近いので、口変形のマイナス1に驚きを、マイナス2に呆れを紐付けて、残った0の部分に期待の形状を入れていきましょう。今までの形状の作成と同じように、変形パスで大体の形を作ってから細かな調整を加えていきましょう。一通り作り終えて、この状態でパラメーターをぐりぐり動かすと繊維が気になる箇所がありますが、こちらは後ほど調整していくので、閉じ口の作成はここで一旦終了です。喜びの場合はそこまで大きく動きを変える必要はなさそうですが、予備動作で気持ち腕を広げてみたり、耳の動きなんかも嬉しそうな感じにピコピコさせたりしてあげましょう。その他気になる箇所を調整して、一通り動きの調整が終わったら、物理演算のアニメーションベイクの機能を使って揺れの動きをつけましょう。髪揺れチョロゲと髪揺れチョロゲ02は動きを手付けしているので、ダイアログではその2つのチェックは外して、キーフレームの挿入方式は自動的に最適なカーブを作るを選択した状態で OK をクリックします。これで揺れの動きもついたので、喜びのモーションは完成です。